どうもフロゼロと申します。今回は全世界 1.1 億ダウンロード記念第4弾が来たということで簡単に見ていこうかなと思います。内容は主に2つ。1つ目、金塊イベント。いつも通りログインボーナスやミッションなどで獲得できる金塊と交換するイベントとなっており、内容としてはまあ正直普通ですね。ダイヤあるいはブースト玉を優先して交換していただけたらなと思います。2つ目、記念ガチャ。今回のガチャの特徴として、1にレッド以外の映画キャラ復刻、各キャラ 0.5% とピンポイントで狙うのはなかなかに難しいですが、3% の確率で普段獲得することができない映画キャラが当たるのはなかなかに魅力的ですよね。2つ目にステップ4でパラミシアの攻撃 18% メダルを入手できる。パラミシアはビッグマム海賊団最悪の世代キャラの多くなど割と使えるキャラが多いですし、何より攻撃 18% メダルというのが非常に優秀です。そのため今回のガチャ評価としては5段階中 3.5 を上げたい比較的いいガチャとなっています。ただやっぱりリーグで活躍できるキャラが少ない点、攻撃 18% メダルまでにダイヤ160個も消費する必要がある点、入手難易度的に育成が難しい点、ここら辺を考えると総合的に見ると無課金の方にはあまりおすすめできないですかね。基本的にメダルが欲しいかどうかで判断すべきですが、自分は12月に備える方がいいのかなって思っています。ゲットガチャに関しても正直おすすめできないかな。金額が結構高く 40% 引いて工場キャラ1体っていう最悪のケースもあるので、ここで使うんだったら11月末のブラックフライデーに回すのがいいと思いますね。以上、最後までご視聴いただきありがとうございました。ではバイバイ。